クリストファー・チャールズ・リッカーソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッド出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB ボルチモアオリオールズ参加に所属。ノートルダム高等学校時代はブレンダン・ライアンとチームメイトだった。2000年の MLB ドラフト32巡目でニューヨーク・ヤンキースから指名されたが入団せずにネバダ大学リノ校へ進学。 2003年の MLB ドラフト16巡目でシンシナティレッツから指名されプロ入り。2008年8月12日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。この年は31試合の出場ながら6本塁打を放ち、オプスは1.000を超えた。2009年はウィリー・タベラス、ジェイブルースとポジションを争い、自己最多の97試合に出場したが、 定位置獲得には至らなかった。2010年8月9日にジム・エドモンズとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2011年3月25日にセルジオ・メトレとのトレードでヤンキースへ移籍した。シーズンでは主にダイソーや両翼の守備固めとして60試合に出場した。2012年は主に参加のトリプル A 級スクラントン・ウィルクスバリ・ヤンキースでプレーし、 9月1日にメジャー昇格した。2013年ヤンキースは左打者のガ外シ手が有り余っていたため1月11日にリッカーソンを放出した。2013年1月29日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。4月10日にメジャー昇格を果たし5月31日のデトロイトタイガース戦では自身初のサヨナラ本塁打を放った。 11月1日に FA となった。2014年1月6日にパイレーツとマイナー契約を結んだ。AAA 級インディアナポリスインディアンスで開幕を迎え65試合に出場。打率309.7本塁が30打点12盗塁の成績を残した。2014年7月7日に後日発表選手とのトレードで クリーブランド・インディアンスへ移籍した。インディアンスでは41試合に出場して打率。224.2本類が6打点、3盗塁の成績を残した。2015年2月21日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。この年は、参加のトリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレイし、38試合に 出場して打率270.1本類が21打点10盗塁の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2016年8月20日にオリオールズとマイナー契約を結んだ。この年は参加の AA 級ボーイベーソックスでプレイし15試合に出場して打率322.3本類が10打点 に盗塁の成績を残した。12月15日にマイナー契約で再契約し、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。